天才が覚醒したので今年は優勝します。2024年のプロ野球も開幕して1ヶ月以上が経過し、各球団の戦力や特色が見えてきた。その中でも今シーズン躍進を続けているのが北海道日本ハムファイターズだ。2022年に新庄剛志が監督に就任したものの、蓋を開けてみれば2年連続の最下位。しかし新庄監督は負けが続く厳しい状況の中で常に若手の成長を促してきた。そして今シーズン北海道日本ハムファイターズで才能を開花させ、球界を驚かせるほどの活躍を見せている選手がいる。ということで今回の動画では2年連続最下位だった北海道日本ハムファイターズの中で、新庄監督の育成力が実り驚くべき活躍を見せているある天才について迫っていきます。皆さんもコメント欄で意見や感想を教えてください。育成の2年間から優勝を目指す日ハム、2022年の監督就任以降から2年連続の最下位が濃厚となった2023年シーズン終盤、日本ハムは就任2年目で1年契約を結んでいる新庄監督に来季の契約延長をオファーする方針であることを発表した。2022年に続いて2023年も最下位に低迷しているが、球団は新庄監督が積極的に若手を起用して順調に成長させている手腕と明るいイメージも高く評価した。新庄監督が狙っているのは勝利はもちろん、野球の楽しさをファンに伝えること。2022年23年は最下位に低迷したが、球団もその姿勢を評価し契約延長のオファーを出した。2023年6月に新庄は、俺はマックス3年完全燃焼させたいと続投への意欲を語っていたが、その言葉通り3年目も監督継続を受諾した。就任1年目から2023年8月1日まで毎試合異なるオーダーを組むなど、新庄監督は発展途上のナインの闘争心を煽りながらチーム強化を狙った。選手の実力を見極めるためトライアウトと位置づけた2022年は最下位で、優勝しか目指さないと本気モードで臨んだ昨シーズンも7月5日から25日に13連敗を喫した影響もあって最下位。それでも2022年は8勝10敗だった交流戦を昨シーズンは10勝8敗で乗り切り、7月上旬までは4位につけるなどチーム力は着実に上がっている。中でも飛躍を遂げているのが4番争いを促す万波中正、野村勇輝、清宮幸太郎の若き長距離砲トリオだ。万波は本塁打王にあと1本と迫る25本を放ち、打率も向上してベストナインとゴールデングラブに選出された。本人も監督からアドバイスを受けて打撃が良くなったと語っている。2023年の開幕4番に抜擢された野村も11本塁打をマークし、2022年には打率2割1分9厘だった清宮も規定打席未到達ながら2割4分4厘で2桁本塁打を記録している。ソフトバンクから加入した田中正義は守護神として19セーブを挙げ、新庄監督自ら獲得を希望したドラフト3位の逆輸入ルーキー加藤豪介はドラフト制以降では新人記録となるデビューから10試合連続安打を記録。新勢力も積極起用しチームの活性化につなげている。12球団を見渡しても日ハムのように新戦力の台頭や若手の成長が著しい球団は珍しいだろう。そして迎えた新庄監督、日ハムにとって勝負の2024年。ここまでの新庄監督の育成力が功を奏し、驚くほどの活躍を見せている選手がいる。強肩、高打、俊足のキャッチャー。2024年シーズンに突入し球界に驚きを与えるほどの活躍を見せているのがプロ入り6年目を迎えた田宮優愛だ。巧みなバットコントロールで広角に打ち分ける打撃、二塁送球タイム1秒84を記録するユアビームまたはユアキャノンと呼ばれる強肩、 50m 走のタイム6秒0を記録する俊足が武器の星野民也は2018年にドラフト会議で日ハムから6位指名を受けてプロ入り。
2019年は吉田晃生、野村勇気、柿木蓮、万波中正と揃って春季キャンプを2軍で迎えたが、オープン戦期間中の3月3日に1日限定で1軍へ昇格すると、本拠地札幌ドームでの横浜 DeNA ベイスターズ戦に7回の守備から石川亮に代わり途中出場を果たした。レギュラーシーズンでは1軍へ昇格することはなく、イースタンリーグ73試合に出場し、打率2割2分1厘、16打点、11盗塁の成績を残し、俊足をアピール。2020年は脳震盪特例措置で出場選手登録を外れたクリスチャン・ビアヌエヴァの代替選手として9月26日に初昇格。翌27日の対オリックス・バファローズ戦で8回の守備からプロ初出場し、金子千尋とバッテリーを組み、その回を0点に抑えた。そして9回に漆原大成からプロ初打席で初安打を記録した。2023年はシーズン終盤まで1軍での出場機会を得られなかったが、9月22日に初昇格。24日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では1試合に3つの盗塁を阻止する強肩ぶりをアピールし、ユアビームとして話題を呼ぶと、翌日の同カードでは1点ビハインドで迎えた7回に田中将大からプロ初本塁打を放った。この試合後のインタビューで指揮官である新庄監督はタミヤの活躍について、タミヤ君のボール見ました？俺今までのプロ野球人生の中でもあの低さ、上からなんかこう落ちずにそのまま行ったでしょ、あんな方強かった？すごかったですよね。コントロールもいいしリードも面白い、素晴らしいキャッチャーになるんじゃないですか、と高評価した。さらに1打席目2打席目に白いバットを使っていて、俺タミヤ君って言ったら黒いバットのイメージで、バットを握りに行ったら白いバットが重かったんですよ、ヘッドが効いていて、ちょっと悪いけど黒バットで打ってくれない？って言ったらホームラン打ってくれました、素晴らしい弾丸ライナーで、とプロ初アーチの裏側を明かした。現役時代にヤクルト、日本ハムなど4球団で捕手として計21年間活躍した野球評論家野口俊博は、2024年シーズン開幕前に昨シーズンのタミヤの強肩を目の当たりにして仰天したと語っている。二塁への送球ですごい球を投げていました、楽天戦で昨季盗塁王の小深田博人を余裕で指しているのを見てびっくりしました、とタミヤの才能にいち早く気づいていた。タミヤの昨季一軍出場は10試合で、捕手としては6試合、他に左翼手として3試合、DH でも1試合出場した。少ない出場機会でも持ち味の強肩をアピールし、8度盗塁を試みられたうち4度刺し、盗塁阻止率5割をマークした。野口は、去年タミヤが強肩を見せつけたことが抑止力になって相手が走れないと指摘。ソフトバンクとまだ戦っていないので周東がどうするのかを見てみたいと、タミヤ対周東の対決を心待ちにした。野口は、僕も日本ハムで現役だった頃、送球には自信があり、リーグ最高の盗塁阻止率をマークしたシーズンも何度かありましたが、地肩ではタミヤ君に勝てない、しかも彼は取ってから投げるまでも非常に速い、と脱帽した。さらにタミヤの特徴は、相手の盗塁を阻止する一方で自ら盗塁する走力を備えていることだ。昨季は2盗塁、今季も開幕戦で2盗を1つ決めており、通算4盗塁をマークしている。昨季イースタンリーグでは6盗塁、強肩という武器だけにとどまらず、俊足と高打という武器まで兼ね備えたタミヤにとって、目立った結果が残せていない中で、プロ入り6年目を迎える2024年シーズンは勝負の年となった。崖っぷちから開幕マスクへ。2年連続最下位から巻き返しを図るチームにとって、開幕カードは大事な戦いとなるわけだが、日本ハムは見事に開幕カードを勝ち越しで飾った。開幕前から注目を集めていた正捕手問題、この開幕3連戦3試合いずれもスタメンマスクをかぶったのがタミヤ・ユアだった。正捕手争いをめぐっては、限られた椅子をめぐって熾烈な争いが繰り広げられた。昨年最も多く先発マスクをかぶった伏見トライ、またドラフト2位ルーキーの新藤優也も非凡な打撃センスなども評価され、オープン戦では先発マスクを任される試合もあるなど、最後の最後まで争いを繰り広げた。その中で大事な開幕先発マスクを指揮官が託したのはタミヤだった。期待に応えるべく攻守にわたって奮闘、
開幕戦では先発の伊藤大海を好リードし、打撃でも先制タイムリーを含む2打数2安打1打点とチームをアシスト。女房役にふさわしい活躍を見せ、チーム5年ぶりの開幕戦勝利に大きく貢献した。さらにタミヤの勢いは止まらない。3月31日の試合でも1点ビハインドで迎えた9回、土壇場の場面で同点タイムリーをマーク。その後のチームの逆転勝利につなげた。開幕3試合ながら8打数4安打の打率5割と打てる捕手として存在感を示した。その後もタミヤのバットからは快音が続いた。4月27日のオリックス戦では3本のタイムリー2塁打で3打数3安打4打点の大暴れ。この試合の時点で規定打席には7打席足りないものの、打率4割2分3厘の隠れ首位打者となった。新庄監督も試合後のタミヤを絶賛。うまかったね。最後のバッティングも。最初の1本目のヒットが彼を乗せた。今日はもう2、3本打ってくれるだろうなという気持ちではいました。と信頼を置いている様子だった。また、タミヤは守備面でも解説陣をうならせるプレーを披露。4月29日のオリックス戦で3回に持ち前のユアビームで渡辺春斗の2投を阻止。5回には無視1塁の場面で渡辺の犠打が小フライになると、あえてワンバウンドで捕球をして1塁へ送球し、まずワンアウト。このプレーでスタートが遅れた1塁走者紅林幸太郎は1、2塁間で挟まれてタッチアウトとなった。このプレーについて野球解説者のトマシノケンジは、非常に冷静でしたね。セカンドに投げたくなるんですけど、周りが見えているからこそ、あそこで一瞬間を置いて一塁でまずアウトを取ろうと考えることができてますよね。それとここ最近ですが、1点差のゲームを守りきれているということが非常に自信になっていると思いますね、と冷静な判断を高評価した。また同プレーについて野球解説者の立山翔平は、9番打者にフォアボールを出した後だったんですよね。チームを救ったプレーでしたし、エスコンフィールドの天然芝の特性を生かしてしっかりと大事に補給をしていますので、全てが詰まった非常にいいプレーでした、とこちらもタミヤのプレーを手放しで称賛した。就任当初からタミヤの才能を見抜いたビッグボス。2022年2月27日の新庄監督の初陣となったオープン戦で4番に座っていたのが実はタミヤだった。当時は1軍での通算安打数が3本だったタミヤだが、このオープン戦に向けてファームからタミヤを招集。新庄監督の采配が的中し、タミヤの2塁打からオープン戦チーム初得点と決勝点が生まれた。新庄監督はこの打順について、みんなが楽しくやれていることが一番嬉しい、この打順でいったら面白い試合ができるんじゃないかなっていうオーダーと話した。この日はスタメンを事前通達せず、ナインも場内の発表で知った。1番にスラッガーの清宮を置き、当時日ハムに在籍した球界屈指の好打者近藤健介は8番起用。一見ガラポン打順にも映るが、中距離2塁打で乗っていける1番は好き、4番は足が速く、6番が勝負強いのが好き。こっちでも1から4番を作りたい。投手は1から4を抑えたら安心感というか、そこでまた力ませる打順も面白いかなと説明した。また4番に抜擢したタミヤについては、当時から足が速いでしょ、ミート力もある、試したかったというのもあるし、やっぱまずは試合に出したいでしょう、なんか打ちそうだしね、でうまーく打つしね、と才能の片鱗を見事に見抜いていた。いかがだったでしょうか。今回の動画では2年連続の最下位からの上位浮上を目指す北海道日本ハムファイターズの中で驚くべき活躍を見せているタミヤ・ユアンについて迫っていきました。就任当初から若手の育成に注力してきた新庄監督とタミヤの才能がマッチして覚醒を予感させる今シーズン。タミヤは強肩高打だけでなく俊足も併せ持つ特別なキャッチャーとして、将来的には日本を代表する選手になるかもしれませんね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。